私またね、高校の時ね、小室家族がここでコンサートやってたの印象深かったね。はい、なんかグループかじゃなくてね、はい、ここでコンサートやってて、なんとこの真上ね、飛行機飛んでるのだから、飛行機がヒーって聞こえなくなるんですね。はい、だからこの場所はね、とてもちょっと悪いですね。はい、皆様、ペットボトルで家も建てるのご存知？ここにね、その例があるんですよ。花博のイベントで、なんとね、お水入れたペットボトルで150万本でこんな変な建物を作っちゃった。これペットボトルね、わかります？これがイベント会場です。でこの右もね、その今グリーンの芝になってるんですけど、当時はね、世界のガーデン、世界庭園のテーマがここ、日本庭園もありましたね。はい、まあね、じいさん家ここから近いんですよ。まあ、80坪ぐらいのところです。8坪ね、はい、80じゃないね。あ、ここは高いですよ。だから家賃も高いんです。家賃すごく高いです。洗濯機も置けないけどね。でもうちの方で自動的な洗濯機1台ありまして、家持って帰ったらもう茶の洗いでタダで終えれるから、超自動超自動で、茶のアイロンかけもできるからね。うちの方からです冗談ね、冗談ね、はい、今正面に見えるのはね、丸山大飯店です。見えました？ちょっと一目見てあげてくださいね。もう綺麗な素晴らしいホテルでございます。はい、この地下になんとね、トンネルがいっぱいあるんですよ。はい、万が一戦争になった時、蒋介石がすぐ逃げられるようにとね、奥様が考えて、中にね、秘密のトンネルいっぱいあるんです。あの場所はね、日本時代の時はね、台北神社だったんです。あれ神社なんだよ。綺麗ですね、このホテルもね。グランドホテル、昔はここで結婚式を開けたくても開けれないですよ。身分がないと入れさせてくれないの。身分、例えばどっかの政治家とかさ。グランドホテル丸山大飯店、ロビーも素晴らしいよ。はい、装備レさんのこだわりでね、いろいろと伝統を守ってます。なんと2000年の時に屋根が火事になっちゃったよ、これ。燃えちゃってね、また今もうそのすぐに修復した、これ。その日のこと私印象深く覚えていました。スクーターで仕事帰りで帰ろうとしたら、みんななぜ前で止まってて、上を見てたら丸山大飯店が燃えてた、それでみんなが止まって見ててね。はい、間もなくね、到着しますので、还有雨中雷当歌我给你盖过吗？你就是那个全智胜那个最优秀的司机，比班长还优秀的那一个吗？有啊，然后你连人家的三个姓你都有的那一个吗？然后就是接下来把班长干掉的那一个，我知道。还有小猪，我看也不保了。你说小猪要跟你换车？哦，会啊。我打电话给小猪，叫他来车给你了。はい、ここです。今ここから始まるんですね。ちょうどいい時間に着いたでしょう。さすがちんさん、もこんな素晴らしいガイドはどこにもいないよ。実はさっきビクビクしてたのにね。はい、まあ旅行でね、こういうね、何か起きるのかわからないですよ。はい、後で降りてね、はい、ちょっと集合時間ね、皆様ね、5時の25分、はい、集合場所ね、25分ちゃんと戻ってきてね、あとで人いっぱいだからね、見つけるのも大変だから、今、右、この3つのアーチしたドアあるでしょ、はい、でドアのこの3つ目の、今、右、ここね、この手前の方で集合ね、お願いしますね、3時25分、じゃあ降ります。